体この奥ってどうなってるんだろう。はい、どうも、全国の奥様、カズちゃん連のカズです。さて、本日はですね、こちら、レンジフードの中をですね、掃除していこうと思うんですけども、まあ、普段ですね、まあ、普段といっても2、3ヶ月に1回しかしないけど、その時やるのがですね、これでございますよね。こちら、フィルターを掃除の方しております。ただですね、この奥にも何かがあるんでございますよ。じゃあね、ちょっとこちらの方取り外していきましょう。さてね、大丈夫かな。あ、まだギチャギチャはそんなになってないですね。そういえば、掃除してから1ヶ月ぐらいしか経ってないよし、外れましたよ。はて、もう皆さん分かりますかね。今回お掃除するのはこちらでございます。ただこれ丸ごと外すのではなく、この中にあるファンだけですね、ただ白っ子ファンというのかな、こちらの方ちょっと見てみたいと思います。さて、現在ね、住み始めて1年ぐらいかな、ちょうど1年ちょいが経ったんですけども、どのぐらい汚れてるんでしょうか。まずはね、このネジを取り外して、あ、もう取れる。ほんで、これでございますね。こちらはね、これを支え、あ、この時ね、ゴム手袋、ほんとは。この白っ子ファンがね、結構、だからこれ切ることがあるみたいです。僕はね、皮膚鍛えてるからいいけど、どっち回したっけ？あ、これ右回しだ。逆ネジだね。よーし。さて、こちらの方剥がしてみましょう。すごい。はい、こちらがですね、白っ子ファン、トロッコファンでございますね。カメラから見えにくいな。あ、こうすると見えるかな。ここら辺でございますね。多分ホコリとか油汚れとかでございます。たまにはね、ここら辺もきれいに掃除していきましょう。こちらですね、お掃除方法なんですけども、もう全国の奥様ならわかると思いますが、こういった汚れはですね、こういったね、洗剤ペペーってやって、歯ブラシでこすってもですね、なんて言うんだろう、本当にね、全然落ちないんだよね。なんか油が伸びてるだけみたいなね。あ、っていうか、すごいな、このヘドロ感。というわけで、これどうするのかというと、アルカリ性でですね、この汚れを緩める。そんなわけですね。じゃーんと。はい、こちらで重曹でございます。やっぱこれでございますよね。ほなね、ちょっとここ水溜めていきましょうか。お湯だ。よし、今回ついでなので、こいつらもね、一緒にね、沈めていくかな。ほんでいいでしょう。ほんじゃね、お湯を溜めていきましょうか。なんかこうね、しかもこの時点で水が汚れてきましたね。よーし、あとは普通の熱湯をね、注いでいきまして、よーし。これでさらに暖かくなると。はい、だいぶいい感じになりましたね。ほんじゃですね、こちら重曹をもう贅沢にね、使っていきまーす。さあ、これでアルカリ水ができるぞ。よし、あとはね、適当に混ぜてあげて。さあ、どうでございましょう。ちょっと落ちやすくなってっかな。来るね。さっきと違うよ。手応えが。ちょっと見えるかな、これ。なんかボロボロと剥がれてくような感じ。行くよ。ここ。このやべえとこ。ほら。わかる？これ。ほら。らいことになってねえか、これ。これはいい調子だ。ていうか、歯ブラシのヘドロがえらいことになってる。わお。ここら辺も、あー、すごいね。汚れがすごい緩んでるわ、これ。もちろんね、これ、あったかくした効果もね、あるんだろうけど、それ以上にね、このアルカリ性で、この酸性の油分をですね、汚れ落ちをね、良くしてるって感じはある。な、ちょっとこれ頑張ってみます。なね、まずは汚れの総量がすごいことになってるから、地味な作業だね。こうやってね、ちょっとずつこの油分を取っていこうと思います。これ久々にやるからこんな風になるんだよね。いや、でもこれ大変だわ。どうしよう。もうね、油分は汚れ落ちしやすい状態になったからね。とりあえずこれはもう流してしまおう。もう汚れはね、緩んだ十分。よーし、綺麗になったぞ。あとはね、僕がよく使ってるこれマジックリン、これ結構使う人多いんだよね。これレンジフード周りでさ、もう汚れ落ちしやすくなった状態でこれをね、ちょっとかけてあげて、あとはひたすら頑張る。おー、すごいすごいすごい、泡が黒くなってきたよ。はい、じゃんとお掃除完了でございます。はい、お掃除した後はこんな感じ。これちょっとね、黒く見えるんですけども、これなんで落ちないのかなと思ったらね、今ここ別ね、別に油っぽい、この油汚れはね、ない状態なんですよ。でもなぜ色が違うのかというと、なんかこれ塗装が剥がれてんだよね。だからね、その下の銀色の部分が見えてるだけ。たったそれだけで、もうこのようにですね、綺麗さっぱりになりました。こっちのフィルターの方もですね、綺麗にお掃除完了。
はい、ご覧のようにですね、もうピカピカでございます。こちらですね、1ヶ月前に掃除したことあるから、あのすごいですね、汚れ落としは簡単だったんですけども、こちらもですね、念のためこれ2往復分使いましたけども、あのそれだけでこれだけピカピカになりました。はい、とはこんな感じだったんですけども、いかがだったでしょうか。結構ですね、きっつい油汚れであっても、こういったですね、重曹などあの油汚れにはですね、アルカリ性ですね、アルカリ性のお湯にですね、つけることで、かなりですね、油汚れが落としやすくなります。まあ多分家庭によってはですね、もう10年20年やってないって方もいっぱいいらっしゃると思いますので、ぜひですね、この機会にでも、油汚れの落としの方頑張ってみてください。以上ですね、1年ぶりに、レンジフードをお掃除してみたのご紹介でした。はい、別にですね、あの引っ越しつもりではないんですけども、やっぱ引っ越し前はですね、こんな感じで家をきれいにする人が多いみたいですね。ほんでまあこのキッチン周りをきれいにすると、まあ毎日の料理はですね、より美味しくなるかもなるかもしれません。ではですね、今回の関連動画といたしましては、こちらですね、鏡をピカピカにする方法をご紹介します。ほんでこちらの方ではですね、あのへこみ傷の補修編です。そして最後、こちらカズチャンネルでございます。こんな感じでね、あの家のこといろいろやっております。もしよろしければこちらの方からチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた次、皆さんお会いしましょう。